ライダ魚シは、ノトテニアア目に属する、海水魚の一種。南位60度以南、海水温は、氷点下の南極海に分布する。南極海では、数少ない大型魚類であり、重要な漁業対象となっている。俗名、ディサースティカスはギリシャ語で、ディーソス,スティカスを意味し、長い側線を2本持つことに由来する。この側線は、本種の生態において、 重要な役割を果たす。英名のアンタークティックトゥースフィッシュは、上顎に二列の葉を持ち、サメに似た印象を与えることにちなむ。また、アンタークティックコットという別名もあるが、タラとは禁煙ではない。ロス海より得られた個体体色は、黒からオリーブブラウンで白い斑点が散らばる。覆面は、銘色となることもある。容体は、海底の海面やサンゴによく紛れる。 幅広い頭部と長い体を持つ。背びれ、尻びれの規定は長く、胸びれは大きい。尾ひれは火事のような形となる。動きは遅いが、捕食者から逃れる際には、瞬間的に加速することもできる。骨格は軽量で軟骨質、表はない。体には大量の脂肪が蓄えられ、これはエネルギー源となるだけでなく、中性浮力を維持する役割もある。 繁殖場所で漁獲される個体は脂肪が減少していることが多く、繁殖、または繁殖に伴う移動には大量のエネルギーを要することが伺える。これらの個体がどうなるのかは分かっておらず、死亡量が元に戻るのか、戻るとしたら、どのくらいで再度の繁殖。少なくとも表面上、大陸斜面上の個体では脂肪量は回復しているようである。視覚や側線システムは、 弱効果で獲物を見つけることに適応している。南極海は夏でも氷に覆われるが、本種の感覚期間は海が分厚い氷に覆われる冬や、光がほとんど届かない深度であっても生き残れるように進化している。嗅覚は非常に発達しており、釣り絵や他の捕食者に殺されたペンギンの死骸などを容易に嗅ぎ当てる。南極海に生息する他ののとてにあるいのように、血中に 不当タンパク質を持ち、氷点下での生存が可能となっている。このタンパクは禁煙種のマジェランアイナメでは見られない。また、貪欲な捕食者であることも冷水に対処するために重要である。主に捕獲されるのは夏のロスカイだが、インド洋側の海域や隣接する南極半島、サウスサンドウィッチ諸島などでも捕獲例がある。最大で2メートル135キログラム程度に、 成長し、これは禁煙シマジェランアイナメと同じくらいの大きさで、ある。南極海に生息する魚の中では飛び抜けて大きい。南極海の食物連鎖はあまり構造化されていない、ため、本種は動詞個体を含む小魚を手当たり次第に鈍食する捕食者となっている。さらに、南極海の中層魚類としては最大であるため、他の海では、 サメが占める生態的地位をも占めていると考えられる。この生態的地位を補助しているのが本州の生態が持つ中性浮力である。南極海の魚類の大部分を占めるノトテニア科の,の多くは本州の幼体を含めて生魚で中性浮力を持つ種は5種程度しかない。本種は百百二十センチメートルに成長した時点で中性浮力を獲得し、遊泳を必要とせずに海中に浮かび、 定性、浮遊性生物双方を獲物とするようになる。大陸法上では、ノートカリス属のエビや、南極氷岩などの浮遊性のとてにあるいを主な餌とする。本種は緩い群れを作り、アデリーペンギン、皇帝ペンギンをエてテるアザラシ、クロミンククジラなどの主な餌となっている。このため、他の中間捕食者と本種との競争は、非常に重要な意味を持つ。大型個体は、 マッコウクジラシャチウェテルアザラシダイオウホウズキイカなどの獲物となる。訂正、特に海標のない大陸斜面上の個体は、そこだらやガンギエを捕食する。最大で2200メートルの深さから捕獲されたことがあり、商業漁業もこの深さで行われることは少ない。若いうちは、比較的成長が早く、5年間で最大サイズの1、3に達し、10年で1、2に達する。 その後の成長はかなり遅くなる。このような成長パターンはサメなど他の捕食性魚類でも見られるものである。最高で48歳の記録がある。生成塾はオスで13歳、メスで17歳であり、成熟後も毎年繁殖するわけではない。繁殖周期は不明である。成熟卵を持った個体はあまり捕獲されておらず、繁殖力に関する情報はごくわずかしか得られていない。 繁殖は冬に行われる。大型で成熟した個体は太平洋南極海類の宮まで捕獲されるため、この場所が繁殖に重要だと考えられている。小型の未成熟個体は大陸崩壊底の海面やサンゴの間により集まる。大型個体の大部分は餌の豊富な大陸斜面の海域に止まる。このような住み分けは小型個体が大型個体に捕食されることを避けるためである。 可能性がある。2006年から本種の漁業は南極の海洋生物資源の保存に関する委員会により管理されている。資源量、繁殖力、増加量などの情報が得られていないため、漁獲量のほとんどを占めるロス海での量は論争の的となっている。この海域は本種の漁業資源のほとんどが通過する海域であり、低制魚を無差別に漁獲する低層ハエ縄も 問題となっている。他の魚種の根核も漁獲量の後35%とかなりの量に上る。C シ,シメラーは、オキアミなどの主原量を確保するため、大型で繁殖力の高い個体を捕獲し、本種の元々のバイオマスを50%減少させることを許している。この15年で平均年齢は10歳減少している。大型個体の減少を示すものとして、南極海外演武で、 大型個体が消失していることを示す調査結果がある。本種の個体数、サイズの減少に伴い、魚食型のシャチの出現頻度の減少、ベッテルアザラシの設置効率の低下、本種と餌が競合するアデリーペンギンの個体数増加などが起きている。これらの傾向は、この漁業の管理には生態系の側面から見て問題があることを示している。 2011から12年の漁獲量は3800トンで、そのうち3500トン以上はロス海で漁獲されたものである。残りはシーシメラー管理下の他の公開領域での漁獲である。シーシメラーによって厳しい環境保護、混獲防止措置が課されている。シーシメラーが管理する領域では海鳥の混獲はほとんど例である。2011年、12年には海鳥。 海獣への被害は一件もなく、1996年、97年から数えても海鳥一個体の被害のみである。魚に関しては、根核はほとんど管理されていない。例えば、本種の主な餌である底だらの根核防止策は不十分であり、漁業の開始に伴って個体数が劇的に減少しているようである。同様に根核されるウナギララ族のミューリーナレピス。 エベシンコイもほぼ全滅している可能性がある。シーシメラーによる法令遵守策として次のようなものがある。2010年11月海洋管理協議会はロス海での漁を持続可能でよく管理されていると認定した。本州に関する情報が少なすぎるため、この認定には多くの保護団体から異論が出ている。その上、 MSC によって認証された漁船はわずか6から15隻で、2010年には、創業閣僚の1%しか認証を受けていなかった。この認証を受けた魚は効果で、それ以外の海域での違法、無報告、無規制漁業や、偽装表示が横行している。ある遺伝的調査では、市場に出回る個体のかなりの部分が、MSC 認証を受けた海域のものではなく、 本種ですらないものもあったとしている。だが、この調査にはサンプルが恣意的に選ばれているという指摘があり、MSC はより確実な方法論を用いた調査によって偽装表示の証拠はないとしている。MSC は認証個体のサンプリングを含む年次監査を実施している。90年代から2000年代前半には本種の管理に関して様々な課題が発生したため、 モントレーベーシーフードウォッチのような消費者向け、シーフードガイドは本種をレッドまたはアボイドのリストに加えていた。だが、2013年には最新の国際的科学知見に鑑み、シーフードウォッチはロス海での漁業をグッドオルターナティブであるとした。グリーンピースは2010年、本種をシーフードレッドリストに加えた。ありがとうございます。